第675回4月6日水曜日救世軍オンライン祈祷会。聖書ヘブライ人への手紙4章15節。この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。イエスは私たちが試練と戦っている時にその苦しみを一番理解してくださいます。私たちは人生においてさまざまな試練に遭いますが、イエスはすべての点で私たちが受ける試練をすでに受けておられ、同情してくださいます。同情とは共に苦しむという意味です。私たちは試練に直面するときにその苦しみと戦いますが、イエスは私たちの苦しみをすでにご自身の経験として知っておられます。また神の御子として私たちを罪から救うために十字架にかけられるという、私たちとは比較にならない最大の試練、苦しみを受けられました。イエスは私たちの試練の時に共に苦しみ同情してくださいます。共に祈りましょう。今週の祈り。1、試練から救い出す神を信じて歩むことができますように。2、コロナが完全に収束しますように。3、ウクライナと世界の平和のために。試練から私たちを救い出してくださる神様、今日も感謝いたします。日ごとの歩みの中で弱さを覚え、苦しみを覚え、試練を感じるときに、いつもあなたが救い出してくださるということを信じ続けることができますように導いてください。コロナの問題を一刻も早く収束させてください。また戦争で苦しんでいるお一人一人の上に、あなたの平安を、癒しを与え、平和を与えてください。私たちを愛し、私たちのために救いの道を開いてくださったイエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。